僕の場合はいわゆるその美術、絵画、彫刻という枠の中で、こういったアートワークをやってるという意識はそれほど強くないかと思うんですね。で、むしろその時間、例えば横浜、今回のバンクアート、横浜にも随分もういろんな意味で深く関わってて、でその時代時代の時間の経緯ですね、現在までの、それと時代とともに世界のいろんな変化、そういったものとどっかで対応してる、関係してる。それとあとはその時代や社会とのディスタンス、距離ですね。で、当然そのものを作って、そのこういったものを作るわけですけども、その物質との距離、例えば重力であったりとか、テンション、緊張であったりとか、それから例えば一番奥にある作品のオイルが、あれ液体で水平とかっていう、そういった何ですかね、自然現象とか、そういったものも取り込んでって、じゃあそれとの自分との距離感なり関係なり、なぜ反応してるのか、時代や物質や、でそういったことで社会と物質で、おそらくその僕なりの視野とか視点とか考え方っていうのがそれぞれ、リンクしてくる、そういうことだと思うんですけどね。